はい。はい。お昼のケージの外のお遊び、ずいぶん長いことちゃこちゃん遊んでたけど、そのせいでご飯もだいぶ遅くなったけど、出たいの？そうなんだ。ご飯全部食べたしね。しおんくんも出たいの？しおんくんはおとなしくね、ちゃんとご飯の時間に戻ったもんね。本当はしおんくんが3時からずっと出るとで、そうだよね。終わったら、うん、でもジャンくんの体調を気遣って今日は早めに帰ったのにね。ちゃこちゃん、それでもまだ出たいの？ちゃこちゃんはまだ気遣いの方じゃないんですよ、うん、出して大丈夫ですか？もうちょっと待った方がいい？はい、うん、どうして時間になると出るとわかるの？なんかね、ちゃんと時間になるとはい。はい。ちゃんくんはなんかみんなが出てきそうだなと思ったら、今度はなでなでの時間だよね。そうだよね。みんな大体もうパターンが分かってね。ちゃんくんはカリカリをまあまあ食べるようになりました。どんなに泣いても今はね、お兄ちゃんの時間ですからね。ねんちゃんくん、ねんちゃんくん、くんちゃんは寝てんだね。そうなの、くんちゃんちゃんくん、よかったね、ちゃんくん。じゃあそろそろ出しますよ。きっとおとなしく遊んでくれるはずですね。いいえ、そんなことないね。はい、ここでゴロンしてる間はいいですよ。いいよいいよ。
はい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 。しょぼい感じだちだ。はい、あれ入らない。一発で入らない。あら？いっぱいありすぎて。シュン君はちょっと疲れてきたかな。うん、あとシュン君はやっぱその羽が好きみたいなね。うん、タコちゃんは動けば何でもいいんでしょう。挟まっちゃった。当初の半分ぐらいしか紐がないんだけど、どっちにしようって全部ここにここに集まってます。一つの反応になっちゃったね。あれ？骨がボロボロだから。おお、今すっごい飛んだよ。痛かった？大丈夫？ね、ダンボールとかにね。はい、また今日もあんずちゃんからですね。いい子のアンズちゃんが外に出られないなんてね。ねえ、お外出たらでもどうなるんだろうね、アンズちゃんね。なかなか遊びはワイルドですよ。ケージの中でね、すごい飛ぶしね。うん、いたいた。本当だね、アンズちゃん外出たらどんな子になるか楽しみだね。
じゃあさあこっちまで回ってください。タコちゃんのところもなんかしてたね、しゅん。あ、ちこっちで。違う、ここはあんずちゃんじゃない？そうか、あんずちゃんしかいなかったからね。はーい、はい、タコちゃん、おいで。タコ、タコちゃん、さっきは眠くなって帰ってきたのかな。ご飯を食べたけど、はい、ご飯だよ。タコちゃん食べて、はい、おいで。来ません。お願い、来てください。下の掃除とかする？うん。これを、このにちょっと、溶かしてもいいですか、さって。よいしょ。食べてるかな？あ、食べてるよ。ジャンくん食べてるの。リコさんで、ジャンくん。サブちゃんも来たな。いいよ、食べて。よいしょ。ブーちゃん、新しいカリカリ入ってるよ。どうぞ、お隣で食べていいよ。どうぞ。はい、チョコちゃんも戻ってきて食べています。うちのにゃんこで一番気まぐれな猫になってきました。ちょっとやっぱりアイドルっぽいのかな。お、少しなんか涙目になってるね。どうしたんだろう。なんかね、遊びすぎ。ちょっと気をつけておこうかね。なんか当たったりとかしてるのかな。ほい、夜のなでなで。ご飯もちゃんと食べたね。あんまりなでると吐くか。大丈夫だよね、そっとなで平気だよ。ちょっとゆっくりしてからしようかな。